皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。BTS 防弾少年団のジンの除隊現場にメンバーたちが出向いた。ギリカい BTS の友情がファンを感動させた。ジンは12日午前、軽気道、京畿道、連戦、四川にある陸軍第五歩兵士団新兵教育隊で陸軍現役服務を終えて除隊した。 BTS の最年長メンバーであるジンは、2022年12月にグループで一番先に入隊し、一番先に除隊することになった。この日の現場には、朝早くから取材陣が集まった。韓国はもちろん、日本とアメリカなど世界各国のメディアが訪れていた。ただし、BTS のファンのアーミーの姿はほとんど見えなかった。前日 所属事務所のビッグヒットミュージックが除隊日に別途のイベントは行わない。混雑による事故の防止のため、ファンの皆さんには現場への訪問を控えてほしい。心の中で温かい歓迎と激励をお願いしたいと呼びかけたからだ。現場にファンはいなかったが、心だけは一緒だった。舞台の前には、彼の除隊を祝う薄い紫色のバスが位置して目を引いた。 地球が愛して、宇宙が応援する特急戦士キム即人、ジンの本名、アーミーとこれからもずっと一緒にしよう。アーミーの元に帰ってきたことを歓迎するよ、アイラブユー。即人君、548日間お疲れ様だった、変わらない愛で、あなたのそばを守るよなどのコメントが書かれた垂れ幕もつけられた。空には、彼の女体を祝うアドバルーンも浮いていた。 何よりも特別なのはジンの除隊を祝うため休暇をもらって集まった BTS のメンバーだった。社会服務要員として代替服務しているシュガーを除く RM、j ホ h o p e ン、V ・ジョン・グクが第五歩兵士団に訪問した。RM、j ホ h o p e V は私服姿ジミンとジョン・グクは軍服姿で登場して目を引いた。ジンは衛兵所から出る過程で、 一緒に軍生活をした同僚たちと一人ずつハグするなど仲良く別れの挨拶をした。衛兵所外から出たジンは、取材陣に向かって凛りしく堂々と敬礼をした。メンバーたちはそのようなジンを祝うため、3355集まった。特に RM は、自らサキソホンを演奏しながら、ユニークにジンの助隊を祝って視線を引きつけた。残りのメンバーたちも準備した花束を渡し、 ハグするなど彼の除隊を祝った。現場を離れるジーンは、遠くから自分に会いに来たファンたちに、アーミー、こんにちは、と手を振りながら挨拶した。その後、残念ながら現場に来られなかったシュガを含む、BTS のメンバーたちと完全体で集合し、公式 X にて記念ショットを公開、ファンを喜ばせた。ジーンの除隊後の公式スケジュールは、13日にソウルソンパ ソンパ・区一体で展開されるオフラインイベント2024フェスタだ同イベントは BTS が毎年デビュー日6月13日を記念してファンたちと一緒に楽しむイベントで今年はイベントのフィナーレを飾るためジンがオフラインイベントに参加する特にアーミーと近い距離で有意義な時間を過ごしたいというジンの提案にファンイベントも用意された ファンイベントは第1部のジンズグリーティングスと第2部の2024年6月13日の即人天気晴れで構成される。第1部は1000人を対象にしたハグ会が行われ、第2部ではアーミーが見たがっていたジンの様々な姿に会えるコーナーが設けられる。現場に来られないファンのため、 第2部に限って BTS ファンクラブメンバーシップ加入者を対象に Web アースでライブストリーミングが行われる。BTS は現在、6人のメンバーが軍服務中だ。J-HOPE は昨年4月、陸軍現役として入隊し、エハラ道、カンウォンド、ウォンジュ、ウォンジュ、第36歩兵士団白古新兵教育隊で助教として服務している。SUGA は同年9月、 入所して基礎軍事訓練を受けた後、社会服務要員として代替服務している。RM 自民、V ジョングクの4人は、昨年12月に入隊した。RM は現在、関温度河川、ファチョン、所在の陸軍第15歩兵士団軍学隊で、V は江原道春川、チュンチョン、陸軍第2軍団軍事警察団特殊任務隊として含むしている。 自民とジョングクはジンが助教を務めた第五歩兵士団で含むしている。J−HOPE の除隊予定日は10月17日だ。続いて順に RM と V が2025年6月10日自民とジョングクが2025年6月11日に除隊する予定だ。シュガ a は2025年6月21日に除隊する。BTS の軍服務による空白期は、 約2年6ヶ月になる見通しだ BTS は2025年の完全体活動を目標としている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。